さて、今週の気になる車ですが、今回はこのスバル BRZ にしようと思います。早速グレードから教えてください。はい、 S グレードになります。では場所を変えて詳しく見ていきましょう。というわけで今回の気になる車はスバル BRZ です。早速評価書をご覧ください。内装が星3つ、外装が星2つ半で、総合の評価点が4点となります。それではじっくりと見ていきましょう。今回はスバル BRZ ということで、加瀬さん、まずは BRZ がどんな車なのか簡単に教えてください。はい、誰もが車を操る楽しさと喜びを感じることができるスポーツカー BRZ です。ネーミングはボクサーエンジンの B、 リアホイールドライブの R、 究極の Z の3文字を組み合わせております。誰も体感したことない走りの喜びを気軽で自由に、そして安心して味わえるスポーツカーとして人気の1台です。 BRZ の由来はそういったところから来ているんですね。では今回のグレードに関してですが、どんなグレードなんでしょうか。はい、17インチのアルミホイール、16インチのフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、本革巻きステアリングホイール、リアトルセン LC などを標準装備した S グレードです。ライト類ではヘッドランプ、テールランプ、フロントフォグランプのすべての光源に LED が採用されております。ライト類が LED のところに非常に特別感を感じますね。そして加瀬さん、スポーツカーの BRZ ですから、やはり走りを生み出すエンジンも気になります。はい、搭載されるエンジンはスバル伝統の2リッター水平対向4気筒ユニットです。インプレッサなどに採用された FB20 型ユニットをベースに、よりショートストロークな高回転エンジンとされる FA20 型ユニットが搭載され、リッターあたり100馬力を発生するハイパフォーマンスユニットです。ハイパフォーマンスユニットのエンジンはドライバーを一層楽しませてくれそうですね。そしてエクステリアも見ていきますとね、やはりこの必要を十分に取られたボンネットは FR スポーツカーのまさに象徴のようなものですよね。だんだんと後ろに下がる、なだらかに下がるルーフラインの後方は伸びやかで非常に美しいですね。先ほど加瀬さんがおっしゃられた、誰も体感したことのない走りを感じさせる、まさにそこはこの美しさからも来ているんじゃないでしょうか。そしてこの WR ブルーのボディカラーもたまらないですね。いろいろと気になるところもありますので、今度は車内も見させていただいてよろしいですか。はい、では BRZ の車内に乗り込みました。まずですけれども、着座位置が低いこのポジション、そしてシフトやペダルの扱いやすいレイアウトはまさに本物のスポーツカーのようですね。はい、今私が座っているこのシートもホールド性が高く、そして質感もいいです。さらにシフトノブなどはステアリングに非常に近い位置、少し高めにレイアウトが設定されておりますので、これ非常に操作もしやすいですよね。なんでしょう、このドライバーと車がまさに一体となるといいますかね、そういう感覚を受けますね。はい、そしてパッケージングにおける最大の謳い文句は低重心ですが、むしろワイドトレッド感の方が印象的かと思います。そしてインテリアは随所にレザー調素材に赤いステッチが施されるなど、質感も良いと思います。この赤いステッチはすごくアクセントになってますよね。そしてこのフロントガラスですね、こちら非常に広く、視界も広いですので、非常に開放感を感じさせますね。はい、視界の良さが自慢のインテリアは、ドライバーが車体の姿勢変化を瞬時に判断できるように、左右対称な水平基調のデザインを採用しております。ボタンやスイッチ類についても操作がしやすい形状を追求するなど、機能性にも重点が置かれております。細かいところでもしっかりと配慮がなされているということですね。そして電装品などの装備も見ていきますと、こちらの中央のナビ、加瀬さん、このナビはどんなナビなんでしょうか。はい、ストラーダの SD ナビを搭載しております。スマートフォンに保存した音楽を無線で転送して聴ける Bluetooth オーディオも対応しております。ドライブに音楽は欠かせませんからね。はい、スマホに保存した音楽、お気に入りの曲を、カーステレオで聴けるというのは非常に嬉しいところです。あとちょっと気になるところといえばですよ、加瀬さん、メーター類の隣にある
これマルチインフォメーションディスプレイって言うんですかね。このディスプレイはどんなディスプレイなんでしょうか。はい、燃費情報以外にもラップタイムや前後左右の G、慣性力ですね、うん、こちらをピークホールドで表示するカラー液晶ディスプレイを採用しております。はい、走りを愛するドライバーにとってみたらこういう情報が表示されるというのは非常にやはり嬉しいところですね。はい、ぜひ走りのパフォーマンスとドライビングの楽しさを追求したこちらの BRZ の実力を堪能していただきたいと思います。では加瀬さん、この車の走行距離などの詳細情報をお願いします。はい、走行距離はおよそ1万7000キロ、車検整備をして納めさせていただきます。それでは気になるお値段もお願いします。はい、消費税込み217万8000円です。なお、諸費用、リサイクル料金は別途申し受けます。10号車、今週の気になる車、28年式スバル BRZS オートマティック車、お値段は217万8000円となっています。車の詳細はご覧の通りです。詳しくは電話番号 027-363-1300、カースポット高崎までお問い合わせください。お早めのお問い合わせをお願いします。